はい、どうも、ケマイです。今回なんですけども、ディアブロ2リザレクテッドの初心者おすすめルーンワードということで、今回紹介していきたいと思います。いやいやいや、どうすか皆さん。やってます？ディアブロ2リザレクテッド。めちゃくちゃおもろいっすよね。いや、本当にね、やってると時間の消費具合がやばいなと思える。本当に悪魔のようなゲームだなと、まあ、つくづく思っているわけなんですけども、そんなディアブロ2リザレクテッド。まあ、システムが難解というところでね、今回は、このルーンワードっていうところを紹介していくと同時に、まあ、初心者おすすめのルーンワードっていうところをね、紹介していきたいと思いますという感じでね、やっていくわけなんですけども、まあ、今俺の装備こんなになっていて、まあ、武器と、鎧と、盾と、頭全部にルーンワード発動させていて、まあ、結構いい感じに強い感じになってますと。で、まあ、これ何使ってんのみたいな話をね、していこうかと思います。てな感じで、今回もやっていこうかと思いますので、ぜひぜひ最後まで見てってもらえると嬉しいので、よろしくお願いします。さあ、というわけでやっていくんですけども、まずは、このルーンワードのね、おさらいからしていこうかなと思います。過去の動画で一旦説明したんで、詳しい話は、そっちを見てもらうのが早いかなと思うんで、概要欄にちょっと動画を貼っておくんですけども、はい。基本的には、決められたルーン、このルーン単体のルーンを、決められた武器の、決められたソケット数の武器にはめていくことによって発動します。そして、まあ、決められた順番ですね。まあ、かなり条件が厳しいので、後でね、動画見てほしいんですけども、そんな感じで、このね、単体としては効果の薄いルーンなんですけども、決められた順番ではめていくことによって、独自の効果が生まれますよっていうのが、まあ、このね、ルーンワードのシステムなんですけども、はい。このね、ルーンワードが、このゲーム死ぬほどいっぱいあります。もう信じられないぐらいいっぱいあるんで、まあその中でね、何を目指せばいいのみたいなね、そういう話をしていこうかと思います。そんな前置きをしつつ、初心者が絶対に覚えておかなくちゃいけないね、ルーンワードがまず最初に一つあるんですよ。これね、ステルスって言うんですけども、日本語名だと隠密っていう名前になってます。これ、タルと S っていうのをはめることによって、鎧にはめることによって発動します。なので、まあ、必要なのが、2スロット空いてる鎧が必要ですって感じなんですけども、はい、まあ、ざっと上から効果を見ていきましょう。歩く速度がプラス 25% されて、スキル発動速度がプラス 25% されて、ヒットリカバリーがプラス 25%、防御力がプラス 5%、敏捷がプラス 6%、マナ回復速度がプラス 15%、スタミナ最大値プラス 15%、毒耐性プラス 30%、もうめちゃくちゃじゃないですか。はい、魔法ダメージを軽減が3、もうこれめちゃくちゃなんですよ。もうてんこ盛りすぎるじゃないですか。このね、ユニークな装備が本当にてんこ盛りに手に入る。しかもタルとエースっていう本当に序盤の序盤から拾えるルーンを使って発動させることができますので、もう敷居は超低いんですよ。なのでこれ本当に強いんで、ぜひ皆さん作ってほしいなと思うんですけども、結構これは、キャスター系、魔法を使う系の、クラスに結構重宝されているような序盤のルーンワードとなっています。こちら必要レベルが17となっているので、まあ必要レベルに到達した方はぜひぜひ作ってみてください。次なんですけども、これはね、まあ全クラスに共通して使えるかなと思っています。これね、日本語名だと伝承と書いてあります。英語だとロアですね。はい、頭の、2スロット空いている頭の装備にオートとソルっていう順番ではめてあげることによって発動してくれます。これね、めちゃくちゃ強いっすよ。これね、本当に、もう、全クラスが喉から手が出るほど欲しい、この全スキル向上っていう効果がついてるんですよ。これがね、このゲーム最強なんですね。どういうことかっていうと、全スキル上昇って。本当に自分の取っているスキルが全てプラス1されます。やばくないですか？これやってる人だったらもう絶対わかると思うんですけど、どんだけやばいかって話ですよね。はい。もう本当全スキルが1上がるってかなりの恩恵なんですね。で、それをこんな簡単に安く発動させることができるんですよ。まあ、これが主な、このね、伝承と呼ばれている、ルーンワードの、まあ、いいポイントかなと思います。他にもね、エナジーがプラス10されて、MP がね、増えるとか、あとは、ライトニングレジスタンス、電撃耐性ですね、プラス 30% されるとか、はい。
敵を倒すとマナ回復とかね、ちょっとね、かゆいところに手が届くような、そんな感じの、ルーンワードとなっています。これもレッドを結構低レベルから発動させられます。必要レベル27というところで、ぜひぜひこの27を迎えた方は、つけてみてください。結構ね、ほんと火力が底上げされるんで、体感かなり変わってきます。さあ、続きまして、2つの穴が開いている盾で発動させることができる、このインと呼ばれているね、ルーンワードを紹介していきます。こちら、まあ、英語名だとライムとなっているんですけども、上からシャエル S とルーンを刺すことによって発動していきます。まあ、このルーンワードなんですけども、本当に全クラスで使えるような内容になっているので、ぜひぜひ覚えていってほしいんですが、はい。ざっと効果を見ていくと、ブロック速度上昇とか、ブロック確率上昇っていう感じになっていて、まあ、単純に防御力が底上げされると思ってください。そして、まあ、マナー回復速度美味しいですね。で、全属性耐性がプラス25されるって、これがでかいんですよ。このゲーム、上の方の難易度になればなるほど、結構属性耐性を上げることが必須になってきます。なので、この属性耐性を装備でいかに効率よく稼ぐかっていうところが、すごく重要になってくるんですけども、これ、1個装備してるだけで、プラス 25% が、もう全属性なんで、めちゃくちゃ耐性が上がるんですね。これすごく大事な効果となってます。そして、凍結しなくなるだとか、あとはモンスターからの獲得ゴールドがプラス 50%。これやっぱ美味しいですね。こういう効果は。で、マジックアイテムのドロップ率がプラス 25% されるんですよ。これ何かっていうと、まあ、単純に、レア装備が落ちる確率が上がると思ってください。究極、このマジックアイテムのドロップ率っていうステータスを装備で稼ぎまくってトレハンしていくことになります。なので、トレジャーハントね、装備を厳選していく作業にも使える、そんな、めちゃくちゃ有用なルーンワードとなっています。なので、これほんと皆さん使ってほしいんですけども、まあ、必要レベルが29となっていますので、まあ、ナイトメア入ったあたりぐらいから使えるのかなと思います。ぜひぜひ皆さん、こちらは、本当に、プレイしていく上で必要になってくるかなと思いますので、覚えていってください。次なんですけども、4スロット空いている剣で発動させることができます。名前が精霊。英語だとスピリットとなっている。そんな感じの超ぶっ壊れルーンワードなんですけども、上から、タル、スル、オルト、アムンという形で刺していくことによって発動します。このね、ルーンワードもおそらく全クラスで使っていけるような内容なので、まあ、ぜひぜひ1本持っておいてほしいなと思うんですけども、まあ上から効果を見ていきましょう。早速やばいっすね。全スキル向上プラス2。さっきさ、頭についてるこれでもうプラス1でもやばいよって話をしたのに、プラス2稼げるっていうとんでもない性能をしています。そして、まあ、スキル発動速度がプラス 35%。 もうめちゃくちゃ速くなります。ヒットリカバリーもプラス 55%。 速くなります。で、まあ、電撃ダメージ上昇とか霊気ダメージ上昇っていうところで、まあ、火力面も上がりますよと。はい。そして、まあ、毒ダメージを付与とかで、もう結構近接系のね、クラスでもバシバシ使っていけるし、はい。攻撃命中でライフを吸収とかね、もう本当なんだろう、攻守一体の効果がめちゃくちゃついてるんですよ。で、遠隔攻撃に対する防御力とかで、もうここら辺でもかなり防御力を稼げるし、マジで攻守一体なんですね。で、生命力がプラス22、マナがプラス111、魔法吸収がプラス5とかね、もう本当にもう凄まじい。まあ、ここら辺はレベルによって上下するんですけども、本当凄まじい効果が盛りだくさんなんですけど、まあ、やっぱりね、もう全スキル向上プラス2が大きいっすよね。これマジで強いですよ。装備した瞬間に火力が桁違いで上がります。で、これさっきちょっと説明しそびれちゃったんですけども、なんでこのスキル向上っていう効果がそこまで重要視されているかっていう話ですね。もちろん自分の今例えば使ってるフローズンオーブっていうスキルの火力が、まあプラス2されることによって、単純にスキルレベルが向上してダメージが上がりますよ。これはまあ当たり前じゃないですか。ただ、それ以上にやばいのが、実はね、このフローズンオーブの火力を上げるスキルって、フローズンオーブだけじゃないんですよ。よくよく見ていくと、例えばこのグレイシャルスパイク。ここら辺も下の方でね、書いてあることを読むと、グレイシャルスパイクを取ることによって、フローズンオーブのダメージが 5% 上がるっていう、そんな効果があるんですよ。どうすか、まあ、ここら辺も、加味されていくので、どんどん上がっていくんですね。ダメージが。
もうちょい噛み砕くと、1レベルごとにフローズンオーブの、まあ、ダメージがプラス 5% されるんで、まあ、2上がると、単純にプラス 10% されるってことですね。しかも、こっちもあるんですよ。はい。アイスブラストもあるんですよ。フローズンオーブの冷気ダメージがプラス 8% レベルごとなんですよ。つまり、2上がると、28、16で 16% 上昇。みたいな感じで、ここら辺がもう芋づる式に上がっていくんで、めちゃくちゃ火力が底上げされるっていう感じになるんですね。こういう仕組みです。はい。まあ、そんな感じでこの全スキル向上というね、効果がどんだけやばいのかっていう説明をしたんですけど、次にね、この兄貴の装備でおすすめのルーンワードをね、紹介しようと思います。これ兄貴ってよく言われてるんですけども、このね、傭兵のことをよく兄貴って言うんですけど、こいつにね、絶対につけたいルーンワードがあります。でね、インサイトって言うんですけども、日本語名だと洞察って書いてあります。これ、4スロット空いているポーラムに、装備することによって発動しますね。上から順番にラル、ティア、タル、ソルっていう順番で刺していくことによって発動します。これね、何が強いって、まあいろいろね、なんかすげえいっぱい書いてあるんですけども、これもちろん全部効果強いです。もう攻撃力も底上げされますし、もうめちゃくちゃ強いんですけども、何よりも何が強いって一番上に書いてある、装備時にオーラ、瞑想を発動って書いてあります。オーラっていうのは何かっていうと、パーティーメンバー全員に恩恵がある、効果なんですね。なので、兄貴に装備させることによって自分にも発動します。なので、今こんななんか煙がもくもく出てるんですけども、これがそのなんか効果の印ですね。で、この効果なんですけども、MP の回復速度が急上昇します。このどんぐらい急上昇するかっていうと、もうこんな感じなんですよ。もう MP、もう、使っても使ってももう回復する量の方が早いよみたいな感じになるんですね。どうすか？なので、本当に MP 回復するためにマナポーションを使わなくても良くなってくるんですよ。無限にスキル打ち放題になるんで、だいぶストレスが軽減されると思います。なので、まあちょっとね、まあ最後に何を伝えたかったのかっていうと、まあ自分自身を強化するのもすごく大事なんですけども、このね、傭兵、まあ兄貴と呼ばれている傭兵をしっかり強化していくことによって、もうどんどんさらにね、プラスで強くなっていけますよという、伸びしろがここにも実はありましたよという、そんな話を最後に、お伝えしつつ、今回の動画はこれで終わりたいと思います。まあ他にもね、ぶっちゃけおすすめのルーンワードってたくさんあるんですけども、まあまあまあ機会があればおいおい説明していこうかなと思いますので、引き続き見ていただけるといいかなと思います。この動画が良かったよ、ためになったよ、楽しかったよ、なんか知んないけど最後まで見ちゃいましたよという、そんなあなたはですね、ぜひぜひ、チャンネル登録して応援してもらえるとすごく嬉しいんでよろしくお願いします。まあこのチャンネル毎日のようにゲーム関連の動画を投稿しておりますので、まあゲームレビューとかね、ゲーム紹介とかいろいろやってる、その一環としてね、まあちょっと不定期にはなるんですけども、ディアブロ関連の動画もね、まあ、できる範囲でやっていこうかなと思っています。まあ、ぜひぜひゲーマーの方は登録してもらえるといい情報をお届けできるんじゃないかなと思いますんで、よろしくお願いしますという感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。